皆さんこんにちは。2023年新仮面ライダー制作発表をご覧いただきまして誠にありがとうございます。私は本日の司会進行を務めさせていただきます宮島さくらと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、令和仮面ライダーシリーズ最新作がついに発表されました。その名も仮面ライダーガッチャードです。今予告映像もご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。もうワクワクが本当に止まりません。さあ、それでは早速今作のキャストの皆様にご登場いただきましょう。まずは仮面ライダーガッチャード一ノ瀬宝太郎役、本島純正さん。では続きまして、工藤凛音役、松本玲代さん。お願いします。では続いては、黒金スパナバルバラド役、藤林康成さん。議長レンゲ役、阿部音さん。鶴原サビ丸役、富園力也さん。続いて港役、熊木陸人さん。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、本日はスペシャルゲストとしまして、こちらの方にもお越しいただきました。一ノ瀬珠美役、南野陽子さんです。さあ、本日はですね、新たな仮面ライダーのこちらの7名のキャストの皆さんとともに制作発表をお届けしていこうと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ではどうぞお座りください。さあ、ちょっとまだ緊張感が漂っておりますけれどもここからはですね、本当にキャストの皆さんにお話をお伺いしていきたいんですが、やはりまずはですね、ご自身のその役どころの ご紹介だったりとか、あとは意気込みや、それから、まあ、今の心境なんかをお伺いしたいなと思います。ではまずはですね、仮面ライダーガッチャード役、そして一ノ瀬宝太郎役の本島純正さん、いかがでしょう。はい、一ノ瀬宝太郎役、本島純正です。本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。はい、一ノ瀬宝太郎という人物はとても明るくて素直で真面目で、でもちょっとどこか抜けてるような、そんな青年です。で、そんな青年が今夢を探し途中なんですけども、そこである大事件に巻き込まれて、そこで仮面ライダーになって、どんどん街の人たちを救っていくっていうストーリーになっていて、すごく面白いです。で、はい、間違いない。すみません、僕の本音がちょっと出てしまいました。もういいと思います。本音大事です。でも本当に面白くて、はい、台本を読ませていただいてても、演じていててもものすごく楽しいですし、なんでこの楽しい気持ちと今の真剣な役と向き合っているこの気持ち、どっちもこの2つを大事に忘れることなく1年間頑張っていきたいなっていうふうに思っています。本日はよろしくお願いします。では続きまして、工藤凛音役の松本玲代さん、お願いします。はい、工藤凛音役の松本玲代です。工藤凛音役は宝太郎のクラスメイトで成績優秀な女の子 でいつもは普通の高校生なんですが、実は錬金術師で錬金アカデミーに通っています。一見ツンツンしていて
ルールをしっかり守る厳しい女の子なんですが、心には優しさがあって、実は悩みも抱えています。その悩みは解決するのか、また宝太郎とどのように関わっていくのか、ぜひ楽しみに見ていただきたいです。また私も初めてのことばかりで、わからないこともたくさんありますが、脚本から大事なことを読み取って見てくださっている方々に少しでも上手にお伝えできるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。では続きまして、黒金スパナバルバラド役、藤林康則さん、お願いします。はい、お世話になります。黒金スパナ役演じさせていただきます、藤林康則です。よろしくお願いします。黒金スパナという役は、宝太郎とすごい対極の位置にいて、すごい明るいキャラなんですけども、どちらかというと黒金スパナはすごいクールで、自由というよりも自分のルールがある、そんな役柄なので、その自由な宝太郎と出会って、どう感化されていくのか、どう成長していくのか、どう変化していくのかを楽しみに見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。では続いて、伊調蓮華役、阿部音さん、お願いします。はい、伊調蓮華役、阿部音です。伊調蓮華という役は、錬金アカデミーに通ってて、輪廻と宝太郎の先輩役になります。ですごく気さくで天真爛漫で、関西弁の明るい頼れるお姉さんキャラになってます。1年間を通して皆さんにこのキャラクターを愛していただけるように頑張るので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続きましては、鶴原さび丸役の富園力也さん、お願いします。鶴原さび丸役の富園力也です。鶴原さび丸は本当、蓮華と同じく、錬金アカデミーの宝太郎たちの先輩にあたる位置なんですが、お話しするというか、すごい人見知りで、内向的な性格なんですけど、喋るとき、先ほど映像でもあった通り超小声なんですよ。はい、そう、本当に字幕が入ってます。字幕入ってましたね。はい、僕字幕入ってると知らなかった。本当もうちっちゃくても本当に聞き取れるか、皆さんと勝負したいぐらい、僕も超小声で喋ってるんですけど、代わりにこのタブレットの、AI が入ってるんですけど、このアイザックっていう AI が、逆に強気なっていうか、ぶっきらぼうな性格の AI で、代わりに代弁してくれるというか、はい、なので、ここの掛け合いだったりとかを楽しみにしていただけるといいかなと思います。はい、はい、意気込みとしては、もう本当ちっちゃい頃からライダーを見てて、憧れた存在でもあるので、次は僕が夢を与える番だと思って、誠心誠意、作品作りに励んでいきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして、港役、熊木陸斗さん、お願いします。はい、港役を演じさせていただきます、熊木陸斗です。港という役は、宝太郎と輪廻が通う高校の教師の役なんですけれども、さっきのオープニングの映像にも、少し出てきて、その時の僕の今これ高校教師の衣装なんですけど、はい、映像に出てきた衣装はちょっと違った衣装で、それはちょっと今ここであえて言わないで、どういったなぜ衣装を着てたのかとか、そういったところをちょっと楽しんでいただけたらなと思ってます。で、意気込みとしては、本当に自分もずっと憧れていた作品にやっと携われたっていうこともあるんで、長年愛してくださっているファンの方と、あとまたこれから見ていく子どもたちに対して、本当に夢をいっぱい与えられるように頑張りたいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、では最後にですね、一ノ瀬珠美役、南野陽子さん、お願いいたします。はい、宝太郎のお母さん、一ノ瀬珠美をやります南野陽子です。かつて私は、鉄の仮面をかぶっていたこともあったんですけど今回はそういうこともなく、フレッシュなみんなをこう温かく見守るお母さんということで、
はい、じっとしていたいなと思います。はい、すごくね、現場の雰囲気もいいので、いい作品が出来上がってきてると思うので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん今ね、お一言ずついただきましたけれども、やはり、仮面ライダーシリーズといえばですね、本当に今をときめく輝く数々の俳優の皆さんを輩出されている、もう言ってみれば若手俳優の登竜門のようなシリーズになっているところもあるのかなというふうに思うんですけれども、今回の新たな仮面ライダー、この仮面ライダーガッチャードへの出演が決まった時の、その時の率直な気持ちですとか、その時のその感想などなどお伺いできればなと思いますが、では本島さんはいかがでしたか、主役。はい、もう本当に、最初マネージャーさんに伝えられたんですけども、仮面ライダーガッチャード主演決まったよっていう風に言われて、もう飛び上がってよっしゃーってもうめっちゃ叫んだの今でも覚えていて、でもその後に同時に自分の中の不安であったりとか、1年間やれるのかっていう責任感がものすごく襲いかかってきて、でも今はもう撮影が始まってからもう毎日が本当楽しくて仕方ないので、今もう楽しいっていう一択ですね、この感情としては。すごい、本島さんキューティクルすごいですね。キューティクル本当すごいですね。本当に綺麗でいらっしゃる、本当ですか、熱いあれらっしゃいます。でもなんかもうこのやったみたいなところも、なんかもうまさに役柄そのものみたいな感じがしますけど、やはりそういう感じなんでしょうか、普段から。そうですね。オーディションの時もそういう感じでいらっしゃったんですか。オーディションの時も割と緊張ってよりはもう楽しもうっていう感情の方が強くて、もうやれるだけやってもうやろうみたいな、そういう感情で行ったのを覚えてますね。そういうところがね、やっぱり皆さんまさに主役っていう感じがあったのかもしれないですね。なるほど。では松本さんはいかがでしょうか。はい、私は子供の頃から仮面ライダーが大好きで、兄と一緒に、兄がいるので兄の影響でよく一緒に仮面ライダーを見たり、実際に牙と電王のライダーベルトがお家にあったので、それでお兄ちゃんとヒーローごっこをして、でもいつも負けて泣かされていたので、なので今回は仮面ライダーのオーディションに合格して、今回は私の勝利ねってめちゃめちゃ兄に自慢しました。お兄さんなんておっしゃってました。さっき越されたかって言ってた。頑張ってねって最後はコテコテの鹿児島弁で応援してくれました。嬉しいですね。でもね、でも今子供の頃っておっしゃってますけど、今15歳でいらっしゃいますよね。はい、15歳です。ねえ、すごいしっかりやって現場では結構しっかりされてるんですか。なんか妹感っていうよりは、はい、そうですね、はい、なんかでも可愛らしいところもやっぱホワホワしてる部分もやっぱ見えるので、でもこういう時はしっかりしてるんで、すごいギャップですよね。あ、はい、ですね、ギャップ。ちょっとその中、ちょっとガチャの中でも楽しみにしてたいと思います。ありがとうございます。では続いて藤林さんはいかがでしょうか。はい、僕も戦隊とライダーはすごい何回も何回もオーディションは受けさせていただいたんですけど、本当に自分に合う役と出会えなかったというか、ご縁がなかったんですけど、本当に今回このスパナという形でこの作品に携われたことを改めて考えると、やっぱり諦めなくてよかったなっていうのと同時に、何回も諦めそうになった時に、助けてくれた親だったりとか周りの友達にちょっとでもなんか高校が感謝の気持ちを少しでも返せたのかなっていう気持ちで、今は本当に毎日楽しく撮影させていただいております。一番最初はどなたにご報告されたんですか。一番最初はお母さんでしたね。はい、なんておっしゃってました。いや、本当に言った時は信じてくれなくて、ずっと言ってるんですけどずっと信じてくれなくて、で何時間か経った後にやっと実感が湧いてきたのか、泣きながら電話をくれて、でよかったねよかったねと、まだ泣いてくれます。電話するたびに泣いてくれます。そんな、はい、温かい。放送始まったら、そうですね、なんかもう多分顔ずっとパンパンになっちゃうんで泣
き疲れてげっそりしちゃうんじゃないかぐらい。逆にハンカチでもプレゼントして、ね、ああ確かにおしゃれ、おしゃれです。これはちょっとありがとうございます。お母さん待っててください。わあ、いいお話ありがとう。ハンカチのプレゼントいいですね。いいですね。わあ、素敵なお話ありがとうございます。じゃあ続いて阿部さんはいかがでしょうか。はい、こうみんなさんと同様ですごく嬉しかったっていうのもあるんですけど、その最初オーディションがあるよってマネージャーさんから連絡が入った時から、あの大阪に住んでるお母さんには知らせてて、で、あのオーディションでやるセリフの読み合わせとかをこうビデオ通話でつないでやってくれたりとか、結構励ましてくれたりとかしたので、すごい合格の報告をした時は本当にすっごい心の底から喜んでくれたし、私もその姿を見てすごく嬉しかったですし、よりちょっと頑張らないとなっていう責任感が芽生えました。はい、なるほど。いや、すごい本当に親身になってというか、はい、初期ももうなんか二人で一つみたいな。あ、そうですね、ま、結構、ま、毎日電話するぐらい仲良くて、はい、そうなんですよ。なんですごい支えてくれました。嬉しいですね。はい、嬉しかったです。早くじゃあ放送見てもらって、うんうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、ではですね、富里さんはいかがでしたか。オーディション、うん、そうですね、僕は、はい、本当なんかあのオーディションを受けるときに、はい、あの着る衣装というか、はい、服を決めてて、あ、もう全身真っ黒で、あの行ってたんですよ。もうあの下にパーカー、長袖のパーカー着て、はい、そのあの T シャツ、黒の T シャツをその上から着て、うんうん、ちょっと暑いんですけど、はい、あの下にも黒の長ズボン履いて、よし行ってくるぞって、あの一人で気合い入れて向かうっていうのがルーティンでした。はい、え、それ何かやっぱり個人の中で意味が、なんかあの服っていうか個性をまあ一旦消して、そのお芝居で個性を見せたいなと思って、あの集中してもらえるように僕もあの一旦全部真っ黒にして、あの望んだっていうのはありますね。はい、それやっぱり効果あった、あったのかもしれないですね。おお、はい、え、ちょ、やっぱ黒とかの方がオーディションとかでは目立つもの、目立つというか、うん、いいものなんですね。プラスに。あんま聞いたことない。気持ちの問題かもしれないですね。ご自身の中でのって大事だったりしますよね。はい、うん、そうですね、気持ちを作っていく上で、はい、なるほど。誰に一番最初はご報告されますか。お母さんですね。あ、やっぱりそうなんですか。はい、お父さんがなかなか出てこない、ね、やっぱりお母様。お母さんに出ましたんですけど、はい、まあ、僕はもうあのオーディション受けてるとも伝えてなくて、あ、そうです。あの関西出身なんですけど、はい、僕一人で上京してきて、あの黙々と頑張ってる姿を、はい、あの応援してくださってたので、なんかあのいい報告ができるようにと思って、あの今回あのオーディションを受かって、あの伝えることができたので、もう本当驚きで、なんでみたいな、どういうことみたいな驚きで、あの信じてもらえなかった、同じで信じてもらえなかったです、ぐらい喜んでました。すごい、やっぱり作品としても大きな作品ですし、注目の作品なの で、ね、はい、やっぱり皆さん最初はちょっとえっないって本当これあるんですかね。ありますね。いや、でも本当ですから、うん、もう本当に親御さん本当ですから、本当に言ってましょう。本当にね、ありがとうございます。玉木さんはいかがでしたか。そうですね、あの自分もあの戦隊と仮面ライダーのオーディションはもう本当に何回も何回も挑戦させていただいてたんですけど、やっぱりあのなかなか受かることはできなくて、で本当家族とかにもすごくあのなんていうんですか、僕が落ち込むんで、うん、ちょっとこうヒーローっていうワードが知らない間に NG ワードみたいになってたぐらい、ちょっと家族が気遣ってたぐらいだったんですけど、まあ、今回本当こうやってありがたいことにミヤトという役をいただいて、あの受かったよって話をしたら、まあ、本当に泣いて喜んでくれて、はい、もうそうですね、なんか泣いて喜んでくれたから自分も、あ、これって本当なんだって、自分の方が逆にちょっとこれ夢じゃないかなって、あの本当何回も落ちる夢とかいっぱい見てたんで、はい、もうこれまたそうなのかなとかって思ったんですけど、はい、逆に家族に現実なんだよみたいな、うん、受かったよみたいなのを教えてもらったぐらいな感じです。うん、はい、ずっとじゃあ応援してくださってた、なんかご家族にカメラに向かって一言ぜひ。本当ありがとうございました。あのおかげさまで受かりました。いや、あとあのそうなんですよ、あのドンブラザーズのキジの役
をやってた鈴木博文君が、はい、僕がずっと本当落ちて落ち込んだりした時に、うん、僕が必ず30代もまだまだやれるんだぞってところを絶対なんていうか残して作品をやるからみたいな、はい、チャンスが来るの待っててって言ってくれてたんで、もう本当にそれもすごく心の支えになったんで本当にヒロ君ありがとうございました。ふみふみありがとうございます。今度焼肉おごります。いや皆さんやっぱそう絆とかもね、やっぱりどんどんできていくものなんですね。すごいいい話を皆さんありがとうございます。では南野さんはいかがでしたでしょうか、はい、今回は今回ですか、はい、今回、南野さん仮面ライダーのお話がって言われた時に人間悪役みたいな感じでいたなんか多分そっち側かなとかも一瞬こうよぎったんですけど、はい、お母さんと聞いて、はい、まあ、ちょっとほっとして、あ、私にアクションはないのかなとかいろいろほっとした部分はあるんですけど、うん、でも本当に東映の、まあ、特撮ものが最初の、うん、作品だったので、なんかいつかそういうふうな仮面ライダーとかに出ることがあるんじゃないかなとはずっと思ってたので、あ、今来たかみたいな感じで、はい、嬉しく思いました。うん、アクションないんですか。ねえ、ないと思います。まだ、はい、ね、話数もそんなに進んで撮ってないんで、はい、先は分からないですけど、はい、でも1年間ありますから、はい、話がその間にこう変わっていくっていうのはもう経験しているので、はい、どうなるかなと思うんですけど、その辺のコガマスタッフさんに、まあ、やりたい気持ちもあるがちょっと膝がみたいな感じで、はい、柔らかにみたいに思ってますけど、はい、でも今回は本当にフレッシュな方々がね、はい、たくさん出てらっしゃるので、もうその人たちを温かく見守るっていうのだけでも、もう今回来てよかったなって思う感じです。いや、ありがとうございます。でもやっぱり南野さんといえば本当にね、もう話にもあっても数々に本当に主役としてもういろんな作品に出演されてきていて、今回はもうすでに現時点でご一緒されているのは元島さんと松本さんの2人かなというお話をお伺いしてるんですけれども、何かこうお二人にこう今現状、まあ、お言葉をかけるとしたらどういった言葉あるでしょうか。もうなんかすでにみんな仲良しだし、なんかいい雰囲気でね、撮影進んでるように思うんですけど、はい、特撮ものっていうのはやっぱりすごく時間もかかるし、台本をパッと読んだだけでも分かりづらくて、で自分が今何をしてるのかな、どういう風に出来上がるのかなって、ちょっともやもや不安になる時っていうのがあると思うんですけど、もうそこはスタッフさんを信じて、自分の全員がここにいる人全員が自分の味方だもう信じて、こう仲間家族となって取り組んでいけば、きっと出来上がった時に思った以上のいい絵になってると思うので、もうとにかくみんなを信じて、はい、もうダメだってこうくじけそうになる瞬間もあると思うんですけど、まあ、そういう時はうーってなりながらもみんな励まし合って、ね、1年間春も夏も秋も冬も、うん、撮影所で過ごしてほしいと思います。いかがですか。お言葉いただきましたけど、元島さんいかがでしょう。なんか今後そういう心配とかが出てくるかなって考えた時に、なんか半年後の自分とかにもう一回言い聞かせてあげたりとか、なんか今のうちになんて言うんだろう、そうなりそうだよみたいな感情を準備しておくと、なんて言うんだろうな、ちょっと気持ちが楽と言いますか、なんか何でも備えあれば憂いなしみたいな、そんな感じでなんかちょっと気持ちが楽になりました。いや、いいですね。本当にね、もう本当に心強いかなと思います。松本さんいかがでしたか。でもやっぱり1年間もあると、やっぱり落ち込んだりしてしまうこともあると思うんですが、今のところ皆さんに助けてもらってることがたくさんあるので、引き続き助けてもらって頑張りたいと思います。いや、素敵、はい、いいですね。でもなんかもうすでに南さんもなんか絆が
なんか見える気がしますね。まあ、あの今日もね、はい、この前にちょっと取材とかいろいろあったんですけど、はい、もう漏れてくる声がなんと元気な声、はい、本当にみんなすごく仲良くて、はい、あもう絶対ヒットするの間違いないでしょっていう感じが。頑張ってね、こんなこと言っちゃったんだから。いや、いいです、本当に素敵ですね、皆さん楽しみです。ではですね、最後の質問は、まあ、主演の元島さんに今回、まあ、ガチャードどんな作品にしていきたいかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思いますが、はい、もう仮面ライダーガチャードっていう作品はものすごくストーリー全体で明るくて、どの世代の方にも見ていただきやすいような、そんな作品だと僕は思っています。でそしてなんかこのガッチャードを見た人が新しい出会いにワクワクしたり、その新しい挑戦をすることに恐れずに、なんかそんな誰かの背中を押すような、そんな作品になってくれたら僕は嬉しいなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。皆さんですね、本当に絆がもうすでに深まりつつあるこの仮面ライダーガッチャード、ぜひ楽しみにしていてください。さあではですね、豪華なこのキャスト陣で制作する今回の、仮面ライダーガッチャードなんですけれども、ここで凛音の父親工藤風雅役を務められる石丸幹二さんよりですね、ビデオメッセージが届いているということです。ご覧ください。工藤風雅役の石丸幹二です。僕はまさしく初代仮面ライダー世代なんですね。70年代の中旬でこの仮面ライダースタートしてますけど、ちょうど私が小学校に上がる頃かな、まさに1号2号 V3 とこの辺を、見ながら育った世代ですので、非常に仮面ライダーというその名前に愛着があります。そうですね、まず仮面ライダーという作品がこの1年を通じて、まあ、撮影が続いて、そして放送があるという、まあ、超大作ドラマですよね。そういう作品に出れるということは私にとっても非常に貴重な体験ですし、そしてまあ役どころとしても、まあ錬金術師、仮面ライダーの彼と直接の関わりは親子関係とかあるわけではないんですけども、でもその彼を見つけ導き誘うと、そういう役どころで、非常にミステリアスなキャラクターでもあるし、どうなっていくのかも楽しみでもあります。私も大好きなこの仮面ライダーシリーズに出ることになって本当に嬉しく思っております。で何しろ今回は見どころとしてカードが出てくるんですね。僕たち子供の頃はスナック菓子の中にカードが入っていて、それを開けて何が入っているのか、これがもう楽しみでしょうがなかったんですが、どうやらまたそれが到来するようなんですね。ぜひぜひ多くのお菓子を開けて、カード集めや、まあ、一日皆さんカード集めを楽しんでいただきたいと、そんな風に思います。まあ私としても何話までどういう風に出てくるのか、まだこれからも、これから作られていく段階だと思いますので、多くの輪に出て皆さんの前で私の姿を見続けていただきたいなと、この仮面ライダーガチャードどうぞよろしくお願いします。どんどん進化していくのを楽しみにしておりますので、ありがとうございました。さあ変身シーンはですね、かなり盛り上がって見ていきましたけれども、やはり仮面ライダーのストーリー、こちらをねさらに盛り上げてくださるのがやはり主題歌ですよね。そうですよね、仮面ライダーガッチャードの主題歌を担当するアーティストの方からビデオメッセージいただいておりますので、ご覧ください。この度仮面ライダーガッチャードの主題歌を担当させていただくことになりました、マッコンです。よろしくお願いします。お願いします。MC のティーラです。ボーカルギターのケンジスリーです。僕は前作の仮面ライダーギーツで楽曲制作を担当したので、まさか次の仮面ライダー作品が僕らバックホンに来るなんて思わなかったので、単純に嬉しい気持ちいっぱいです。僕はまあやっぱりね、もう小さい頃から仮面ライダー見てきたので、息子とかも仮面ライダーウィザード見てて、ベルトとかグッズとか指輪とかすごい集めてたので、一緒に見てたのでね、そういう仮面ライダーシリーズの主題歌を担当できるのは本当にすごい光栄です。今回ガッチャードは主人公がティーンエイジャーなので、そうですね、10代のなんていうんですかね、爽やかさとフレッシュさ勢い感、勢いだね、はい。で僕の中でパッと浮かんだのはやっぱりパンクロックかなと思って、そういう要素を詰め込んだ楽曲になっています。今回作詞は仮面ライダーシリーズの
鹿野先生に書いてもらったんですけど、初めて書いてもらった詩を歌うっていうのが初めてだった。新鮮でした。新鮮で、はい、でものすごく楽曲と仮面ライダーのイメージがめちゃめちゃ合ってて、で歌っててすごい楽しいので、ぜひ皆さんに一緒に歌ってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。今回はガッチャードはカードを組み合わせて新しいライダーが出るみたいな、僕らもやっぱり楽曲バックオンと、もう一組ガッチャードしようっていうことで、なんと来年1月から合流ガッチャード、はい、合流ガッチャードするので、そちらの方もぜひ注目してください。それでは、バックオンの、新曲ケミストリー、皆さんよろしくお願いします。バックオンでした。